ミック・マーズは、モトリー・クルーのギタリスト。アメリカ・インディアナ州、テレホート出身。身長175センチメートル。家族と共に、アイオワからカリフォルニアに転居後、高校を辞めて、ギターを始めた。70年代の間は、日雇いの単純労働をしながら、週末は、ブルーズバンドで演奏する毎日であった。10年近い試行錯誤の後、30歳を間近にして、 彼が新聞に出したメンバー募集広告にニッキーシックスが応じたことが今日に至るモトリークルーの発端であり、バンド名もミックのアイディアが元になっている。以後はニッキーが名実ともにリーダーとなり、ミックは音楽面では一歩引いた立場からバンドを支えることになる。演奏はブルースを基調としたオーソドックスなスタイルで、派手さはないが巧みなリフ作りや豊富なアイディアで、 バンドのソングライティングに大きく寄与している。バンド最年長で地味な存在ながら、一貫してバンドのメンバーであり続け、独特の容姿もあって、バンドにはなくてはならない人物である。30代半ばから、血清反応陰性関節炎を患っており、本人の便によると背中から首にかけて骨が固まっており、首を横に動かすことができないらしい。また、ギターの重みも、 病気の症状に悪いらしく最近ではライブでのミックのギターソロタイムはほとんどない。レコーディングなどではプラグインの他にライン6社製のアンプシミュレーター、ポットプロなども使用。ありがとうございます。